はい、ということでね、ここから普通のレースじゃなくていろいろ違う企画をね、やっていこうと思うんですけれども、イエーイ。その前に真央さん、な？なんか違和感ありませんでした？違和感？違和感、え？最初のグランプリ。あった。何？あった？あったわ。なんすか？一体？何？これみんなも思ってた？え？これはみんなから答え引き出すやつやな。みんなも思ってたよね、多分。分かってないやから、これ。え、旗底のさっき感じた違和感と多分一緒だと思う。セーブで言う。言えます、俺。お、言える？じゃあ行くよ。何？せーの。せーのなの。ママさん？黙っちゃった。あれ、これ聞こえてない、みんな。あ、もしもし。あ、じゃあ、畑さんから答え聞きましょうよ、じゃあ。入れ替わってるでしたー。はーい、伊豆と畑底入れ替わってましたー。あー、当たったー。やっぱり当たった。やっぱり当たったってなんだ。え、リンゴさんすごっ。はい、ということで、リンゴさん今コメント欄にちゃんと証拠を残しときました。すごっ。はい、ということで、事前に打ち合わせをしてて、伊豆と畑底の中身を入れ替えて、この6レースはずっと走ってました。ああ、だから芝居だと思ったね。畑さん芝居ちゃってたってこと。そうです。ごめんなさい。だから慎太郎が隔離してた畑底は俺です。うわ、早すぎる。絶対こんな人守んないのに。ちょっとね、皆さんを騙すようなことしたんですけれども、まあちょっと視聴者さんにもね、楽しんでいただけたらなと思った試みなので。そうか、だから部屋入れてるんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。部屋立ての相性が、そうちょっと思ってたんです。いや、リンゴさんお見事でした。最初から素晴らしい。いや、皆さんありがとうございました。本当に助かりました。変わってみた感想なんですけど、伊豆さんって普段こういう環境で遊んでるんですねっていう。苦しかった。あ、すごい赤コアラ飛んでくる。伊豆って書いてあるだけで。俺感想としては、何も飛んでこないなと思いながら。やられてるんだ、ちゃんと。はい、じゃあこの後も